猫と駄菓子の喫茶店カフェナッシュカッツェにようこそ。これでよしだにゃ。今日からここはバイスフリューゲルランドソル支部出張所、町の駄菓子屋さん、それから猫のいるたい焼きカフェ、盛りだくさんの複合カフェナッシュカッツェの完成にゃ。目標とする立派なギルドハウス出張所にまた一歩近づいたな。うんうん、これからは目標の売り上げに向かってバンバン稼ぐにゃ。何しろお家賃3倍返しだからにゃ。そうだな、負けてなるものか。その心意気だにゃ。お、それじゃみんな入ってくるにゃ。一緒に働く猫たちにゃ、よろしくにゃ。わかった、よろしく頼む。のこと気に入ったみたいにゃ。それともさっき食べてたおやつの味がするのかも。私はつまみ食いなんて。とにかくカフェナッシュカッツェの開店をここに宣言するぞ。おこうしてカフェナッシュカッツェは営業再開の日を迎えた。早く早く駄菓子屋さん行こうよ。こら待ちなさい、お店は逃げたりしないから。パパだって猫ちゃんに会うの楽しみにしてるんでしょ。呪われた招き猫は本当は呪われてなんかいなくて、居場所を追い求めて目標のために間違った手段を使ってしまっただけで、それは願いすぎてしまった私たちも同じだったにゃ。ナッシュカッツェ営業再開だって、楽しみだね。だけど間違っても失敗しても私たちはまたこのお店を開けるのにゃ。売り上げのためだけじゃなくて。あのお店ができて本当によかったわ。またみんなが笑顔で集まれるのね。お客さんのために、喜んでくれる人たちのために。なぜなら何気ない日常に、平凡な毎日に一番の価値があるって今は知ってるからにゃ。そして今日も。うむ、今日からここがそなたの定位置だ。これからも看板猫としてよろしく頼むぞ。よく似合ってるにゃ。さあ二人とも、ナッシュカッツェ開店の時間だ。今日も程よく稼ぐにゃ。お、いらっしゃいませ。